豪快なリフト、ダイナミックなジャンプ。2人の男女がアクロバティックな演技を見せる競技、それがペア。今回国別対抗戦のペア日本代表となったのが19歳の須藤澄玲とカナダ人のフランシス・ブードローで23歳。結成わずか2年ながら全日本選手権2連覇と勢いに乗っている。そんな2人が来るべき決戦に向けてどんな取り組みをしているのか。練習拠点のカナダ・モントリオールで密着取材を敢行した。早朝6時半、元気？はい、元気。みんなも元気ですか？二人の一日は入念なウォームアップから始まる。小学3年生で本格的にスケートを始めた須藤。シングルスケーターとして世界を目指していた少女がペア転向を意識したのは小学5年生の頃。意外なことがきっかけだった。シングルの練習をしている時に高い高いしてみないって言われてリフトをしてもらって、それがすごい楽しくて、でそこからペアに興味を持ち始めて。その経験が忘れられなかった須藤は中学卒業後本格的にペアの道に進むことを決意。しかし日本にはペアの練習できる場所やコーチの環境が整っていないので。日本ではシングルの人気が高い一方でペアの競技人口は少なく、練習環境も乏しいのが現状。そこで2年前、須藤は練習環境の整ったカナダ・モントリオールに移り住む。このリンクではおよそ15組のペアが在籍。世界を制した超一流デュハメル・ラドフォード組も同じ場所で練習している。苦労もたくさんあったんですけれども、ペアをやりたいっていうやはり意気込んできたので、辛くても乗り越えられると思って頑張っています。そして現在のパートナーフランシス・ブードローデともこのリンクで出会った。コンビを組んで2年、以来2人はずっと一緒。およそ30分間のアップを終え、続いてはリンクの外でリフトの練習。ここでの形が完璧でなければ氷上でうまくいくことはないという。そして7時半、いよいよリンクへ。ペアの醍醐味の一つが男性が女性を投げるように力を加えて飛ぶ大技スロージャンプ。しかしこの技、一つタイミングを間違えれば転倒、壁に激突することもある。新しい技とかを始めると、なんか顔を殴っちゃったりとか例えばこう指をこうひねったとか。練習後には
体中あざだらけになることも珍しくないという。そんな2人がこの1年特にこだわって練習してきた技がある。ツイスト、3回転ツイストは今毎日練習しているんですけれど、高さは結構あるのでわってなるようなエレメンツ。3回転ツイストリフト。男性が女性を頭上高く放り投げ、3回転のひねりを加えキャッチする。この3回転ツイストは世界で戦うために必要な技。フランシスと組んで初めてトリプルをやったので、感覚が全く分からなかったので、とりあえず回る手だけ考えていて。ペアを組んで最初のシーズンはまだ2回転にとどまっていた。しかし2年目の今シーズンは3回転に成功。高さも軌道も段違いに上がった。3回転になったことで基礎点が2点近く上がり、また演技冒頭にあるため成功するとプログラム自体に勢いが増す。初のグランプリシリーズとなった NHK 杯ではフリーのパーソナルベストを16点近くも更新した。コーチのブルーノは2人の成長について、And they get a lot of points for that element. They get a lot more height into their twist and a lot more quality in the catch. And that's the one thing that improved a lot this year. この日2人が入念に確認していたのがタイミング。最も重要なのは話すタイミングだという。Twist, I find the release is a bit quick. Yeah. Could have climbed up top a little bit more. That's why the catch is a bit big. Mm-hmm. Sometimes when you release as you're climbing with your right foot. タイミングが少しでもずれるとキャッチがうまくいかず着氷が乱れる。そのタイミングを合わせるために2人が大事にしているのが日々のコミュニケーション。休憩時間もできる限り行動を共にする。 That's Joyce. Yeah. シッター。 But Joyce. ヒメレちゃんと私話します。コミュニケーションでしやすい。基本的な会話は英語だが、オでも日本語を習い、お互いにコミュニケーションを深めている。一番好きな日本語はマジでちょっと面白いですリンクで5時間にも及ぶ練習を終えたのは午前11時半。しかし2人の練習はまだ終わらない。午後はピラティスへ。3回転ツイストリフトに必要な体幹を鍛えるためおよそ1時間みっちりとトレーニング。体幹とかあとバランスとかにすごく役立っています。空中でもそうですし、降りる時とかもキュッと力が入るのを実感しています。このトレーニングを続けたことで尾での上半身にはより筋肉がつき、ストーンを持ち上げるのに必要なパワーがアップ。
こうした地道なトレーニングが2人を日本代表へと押し上げた。そんな2人が日の丸を背負って挑む国別対抗戦、そこに記した意気込みは。ベストを尽くす。今シーズンの一番演技をできるように頑張ります。私たちができるベストのことを本番でやれるように頑張りたいと思います。応援よろしくお願いします。